ガレリウスミカドのフォリスカ、フォリスは古代ローマの通貨の一種であり、東ローマ帝国でも流通した。ローマ帝国時代のフォリスカは大型の青銅化で294年のディオクレティアヌステイの通貨改革で新たに導入された。当時どう呼ばれていたかは不明である。重量は約4ムで4%の銀を表面に薄く塗っていた。フォリスとは袋を意味し、古代にも 特定の量の効果を入れ封印した袋をそのように読んでいた証拠がある。ディオクレティアヌステーのホリスカは301年の最高価格の直令を守らせるための政策の一環だったが結局インフレは進行し続けた。コンスタンティヌス一世の時代にはホリスカは小さくなりほとんど銀を含まなくなっていた。 4世紀中頃に一連のコンスタンティニアン・ブロンゼスと呼ばれる効果が造兵されているが、その学面など詳細は不明であり、論争が続いている。それらは AE1、AE2、AE3、AE4 と呼ばれ、AE1 は最も大きく、AE4 は最も小さい。アナスタシウス1世の40ヌムスカトゴヌムスカ、コンスタンティノス7世と母。 ゾエが描かれた、四百498年、アナスタシウス一世の通貨改革で発行された、ホリスカは、大型の青銅貨で、同時に、キリシアの数字で額面を刻印した一連の、青銅貨が発行された。アナスタシウス一世の40ヌムス効果は、1996年に、発行されたマケドニア共和国の50デナール紙幣の表面に描かれている。ホリスのまたホルスは、 7世紀末頃から、ウマイア朝及び、アッパース朝初期に発行された青道家であり、当初は、東ローマ帝国のフォリスカをそのまま真似たものだった。ありがとうございます。